この台風10号というのは本当にあの実際の実況値、はい、あの雨、風、えー、まあ台風の位置もそうですけれども、それと予測値がやっぱりすごくブレがあるんで、うんはい、それを修正しながら、やっぱりあの皆様にもお伝えしなければいけないという、非常にレベルの高いことを求められるんですけれども、し,ねはい、えしっかりとお伝えをしていきたいと思います。 えー、実は今日で夏が終わりなんですよ、この番組。え夏っていうのは、実は8月31日までで、そうでしたか、そう、だから、この夏最後の空寝ってそうそうそう、<laughs> なので、じゃあ、夏の天候どうだったのか、はい、秋の天気も含めてお伝えできればというふうに思います、はい、秋のね、気配が写真からは漂ってるんですよね。そうですね えー、紅葉ですよこれめっきり秋の気配です、うんえー、ブルーベリーが真っ赤に紅葉してきました、はい、庭の花木なんかね比較的早く色づきますよねそしてリンゴに梨,梨ちょっとねこの後果物の影響心配ですよね、はいえー、ではそのそれぐらいの強い風が吹き荒れるのかどうかは後ほど詳しくお伝えをしたいと思います、はい、台風の説明しましょうか八田地海岸大久保さんどうですか波、うん 波はそんなないですよね、はい、あの渦がやっぱりあの福島から離れたところにあるんでる波が出てないですよね、はい、ところがいわき見てください、うん、8時ごろからの雨で、はいえー、川に流れる用水路の水位が急激に上がってきましたそして先ほどもニュースでお伝えしましたけども、えー、アンダーパスがいわきで冠水したということなんですよね、うんはい、でその辺りも含めてちょっとこちらで説明をしたいというふうに思います。はい えー、台風のですね、えー、ことを詳しくお伝えしますけれどもまずちょっと先にこの VTR 見てみましょうか、はい、これ郡山ののんべいさんから送られてきたんですけれども、うん、ほら郡山結構風強いですよねそうですね強く吹いてますでね風向で台風がどこにあるのかってのわかるんですよ、はい、どういうことかというとこちら見てみましょうかえー、今日はあの風が最大風速が10メートル近い風が来ました、はい、やっぱりあの台風は遠くても、えー、やはり風が強く吹くんですが 南西とかの風が吹いてますよね。で、あの、この風っていうのは。台風に向けて吹くので、<ー>つまり白川とか小名浜、南南西ってことは、やっぱりまだ西側に。台風がある。そういうことになるわけなんですよね。はい、で、それを踏まえた上で、こちらで説明をしたいというふうに思います。はい、台風です、えー。福島がここにあって。うん、台風がこんなところにある。西側にありますね。 1000キロぐらい離れてるのにずっと雨が降ってたでしょ、はいうん、これはなぜかというとこの雨雲が次から次へと、えー、関東から福島に北上してきた今日も湘南辺りで激しい雨が降ってましたね、はいうん、この雨雲のまあ、残骸と言ってもいいでしょうこれが福島県にずっと流れ込んできたということなんです、はい、ではじゃあこの後雨どうなのかというのはこちらでちょっと見ていただきたいんですが雨雲レーダーで見てみましょうか、うんはい どうなっていくんで。すごいでしょ、これ次から次へと。そうです。雨雲が北上していった様子っていうのがわかると思います。はい、特に通学金通学時間に、強く降りました。で、ちょっと拡大してみると、えー、確かにね、午前中は強い雨雲の流れ込みがあったんですけども。うん、この時間どうですかね。だいぶなくなってきて。だいぶ弱まってきましたよね。はい、ところがね、あの最新の予報だと、ここに実は熱帯低気圧があって。うん、ここからですね、湿った空気、これが。 こう流れ込む、はい、そしてこの辺りずっと流れ込むはずで,でちょうどこの際に雨雲を作る予報だったんですよ。<う>ところが大久保さん今関東、えー、茨城千葉の辺りにあります雨雲。ないですね、活発な雨雲ありまませんよね、はい、これがまさに あの実況と予報の修正をしなければいけないとずれが,が生じているんです、えー、とはいえですねすごく湿った空気がこのあと北上して流れ込んでくるってことはそれだけ不安定になるっていうことなんで、はいえー、こちらご覧ください、えー、災害発生リスクです茨城周辺で雨雲が湧いた場合浜通りで今日午後9時から1時間20ミリ程度の、えー、雨が降るというそういうことになります、はい、だからこれから雨雲がです、ね、湧くかどうかっていうのはこのレーダーで ぜひ皆さん携帯でね。スマートフォンなどで。この後あの確認しながらですね。はい、えー。特にいわきの皆さん。え、一時間二十ミリの雨が三時間ぐらい降る可能性もなきにしもあらずですので、はい、気をつけていただきたいと思います。甚大な災害にまでいきません。はい。道路冠水とか多少あるかもしれないという。可能性は少し残ってるよという、うん、そういうことでございます。はい。さあ、そして、えー。ずっと不安定な天気をもたらしている台風なんですけれども。はい。台風の説明しましょうか。これ三十一日土曜日の午前九時です。うん。 えこれ、アメリカもイギリスも日本もすべてやっぱり紀伊半島のちょっと西側っていう感じですよね、これ予報円でもきちんと反映されてます、はい、でその後なんですが、えー、これ日曜日です、日曜日はね、やっぱりちょっとブレが生じてくるのは日本モデルなんですよ、うんはい、若干アメリカやイギリスよりも東の方にシフトさせてる、そうででですすね進んでます、ね、でこの日本のモデルを採用してしまうと、さっきも言いましたけども、これ、福島県、雨予報になっちゃうんです。はい ところが予報円でもイギリスでもアメリカでもちょっと西側ですよね、はい、ええー、日本のモデルよりもそれを考慮して土日のあの予報は作らなければいけないうん、うん、ということになりますいずれにせよこの高気圧がやっぱり強いので、はい、これね東にはね来れないんですよ東には進めないということになります進めないんですね進めないですね、はい、じゃあこの後一体じゃあ東に進めない台風はどうなるのかというと これバツのところがその、はい、そう気圧の低いところなんですが、はい、北陸の方に行ってますよねそうですねで雨雲は結構意外とこのアメリカとかイギリス活発な部分がありますよね、はい、台風の残骸だけにやっぱり腐っても台風で二日月曜日は意外と結構強い雨が降るんじゃないか会津地方で降るのではないかというのがえー、私の見立てとなっております、はい、ところが明日明後日に関しては風が吹き荒れたり強い雨が えー、長時間続いたりという、いわゆる台風の災害発生リスクはありませんので、うん、特にね、あの稲刈りまもなくの農家の方、心配されてると思いますけれども、はい、この点は安心をしていただきたいと思います、明日は東海地方で記録的な豪雨ですね、東海道新幹線、明日も運休などあるかもしれません。明日の天気ですということで、予報を修正して作っています、はい、福島テレビは独自予報です。会津地方に関してはは日中晴れ間もあるのではないか ただし気温が上がりますので午後は夕立に注意です中通りの北部です、えー、ということで明日は普通にアウトドアやれます、はい、が見えますねそう。バーベキューとかもできます、えー、ただしかなり暑くなりますので、はい、その点だけ気をつけていただきたいと思いますね、はい、東北新幹線も通常運行です中通りの中部です、えー、夏の気団の中で朝晩もすごく蒸し暑いんですよ郡山この8月31日の夜に熱帯夜ですから 相当蒸し暑くなりそうですねはいそして中通りの南部ですえー、県南ではパッとしない天気になりますこちらはやっぱりあのー、関東から近いのでえー、少し不安定な天気になって<ー>午前中ちょっと大坪な雨がザっと降るかもしれませんね、はい、そして浜通りですえー、8月最終日は夏の空気ということになりますただし波の高さはちょっと3メートルなんでさっきアウトドア日和と言いましたけども、はい、釣りなんかされる方は気をつけていただきたいというふうに思いますはい さあ、夏ですよ。こちらでございます。うん、まだ夏なの。今年の夏はいつもより長く感じるという方が五十四パーセント。も私もそう思います。私もそう思います。<laughs> で、こちら見てみましょうか。はい、はい、夏長いです。早く涼しくなってほしい。うん 暑いから、えー、蚊にに刺されずには済みました気温が上がりすぎると蚊が出てこないそういうことなんですよね。はい、ということでこちらでございます福島県いつになったら涼しくなるのかということでま,ま,まず暑さから振り返ってみましょう、はいえー、夏の暑さ記録的やっぱり史上2番目の暑さだった 2> 2位 1>, 1位が去年ですから暑いです、ね、だから2年連続で超ウルトラモーションになって、はい、特に浜通り 浪江で38.8度が福島県の最高気温、小名浜は熱帯夜の日数が史上1位だったということなんですね、こういう頼りも来ております、去年はガンガンデりで、オーブンの中の焼き豚のようだったけど、今年は蒸し蒸しで、蒸し器の豚まん、豚まになぜか豚つながりという、そういうことなんですよね、この夏よく売れたものなんですが、この夏よく売れたものは、冷却シート、冷却パック、首に巻く冷たいリング、去年比120%ということでございました。 えこういうのもいただいております、えー、いわきで37度なんて気温を体験するとは、うん、汗拭きシートを例年以上に使いましたそしてこういうツイッターもたです、はいただいて私はよく水を買いましたうん、うん、というのが来ているんですけども、ねはい、実は暑い夏で冷たい飲み物の売り上げがすごく良かった、はい、その中でも水が売れた。 暑すぎて味付きの飲料よりさっぱりした水が売れたということなんですよね。はい、で、えー、この夏なんですけれども、えー、実はな昔は暑いと消費が伸びると言われていたんだけれども成果期の日中の外出が少なくなって、うんうん、必ずしも消費が伸びると言えなくなってきた、はい、ほら結構高温情報とか出るでしょ、うん、そうするとあ,あの外出控えるから消費も伸びないっていうことが起きてるんですよね。はい、では向こうう週間どうなのかとと言いますと 一日日曜日まだ寝てありますから、まだ夏の暑さが続く。はい、ところが、三日になると、秋の空気が入ってきます。週間予報を見てみましょう。暑いのはズバリ、二日月曜日まで。三、はい、日からは朝晩、秋めきますので、皆さん、秋風に期待していてください。いくはこちら。台風の渦向け、吹く風、亜熱帯。ソラネットでした。